どうもマリチャーズピアニストの金子です。今日はですね、ライブのリハーサル風景の動画を公開したいと思います。7月30日にですね、上田敦美ちゃんっていうシンガーソングライターの方のライブの演奏をサポートでしたんですけど、その時のリハーサル風景を公開したいと思います。17ライブっていうライブ配信者向けのアプリで、ファン限定向けのライブだったんですけど、それのリハーサル風景になります。で、ライブをね、見た人はもちろん、見てない人も、あ、物を作る時ってこんな感じで作ってるんだっていう風に、楽しんでもらえるかなと思います。そしてリハーサル風景って、ものすごく仕事っぽくテキパキテキパキってやるリハーサルもあれば、すごいね、ゆるっとね、のんびりやるリハーサルもあって、今回はですね、のんびりゆるっとやるリハーサルの方ですね。というわけで行ってみたいと思います。どうぞ。ちょっとやってみましょうか。イエーイ。バズレインボーでございます。これで行けばいいですね。はい。わー、どうしたらいいですか。今ので私が先にあるそう。今のでいいよ。なんかね、開けたいんだっけ、そこって。そのまま行ってもいいんだけど。ドドドーンって。あ、じゃあ私が先に。ドドドーンって行くんだ。ちょっと待って。歌いたいように歌ってもらっていい？そしたら。わかりました。タラタラタラから、せーの。Somewhere we shall pass the by me. Somewhere you're the rainbow bluebird。 あ、今のでいい？はい。あ、じゃあ多分そのままだね。じゃあそのまま行こうかな。で、一瞬いなくなります。はい。はい。思いますね。はい、わかりました。で、そこからやっていいですか。はい。私は見下ろす星を
てないです。あれなんかさ、サビの後にくっついてるやつ忘れたったような気がしたんだけど、気のせいかな。大丈夫か。歌ってる時に一番そうだ、静かに歌うんだったって気づいたんです。そういう風に歌ってったよね、確か。そうですよね、こういう感じだよね。ちょっとね、まだよく分かってないけど、もうちょっと下げてたかな。テンポ感ってこんなもんだっけ。そうです、嘘は遅いからこれでこんくらいでいいですよね。もうちょっとなんか静かになってた気がする、最後。ちょっとね、静かなりきれにませんでした。私もあの間違えてワン、ツー、スリーって歌っちゃったんで、多分。ああ、じゃあちょっとあの最初の一回しは割と静かめにします。静かめに、私も静かめに歌います。で2回目のサビぐらいから上げて、そこがピークでどん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 階段状に下がっていくような。で、次は嘘、どうやって弾いてるか忘れてる。あれに書いたの、嘘とフライミーテレムとオーバーザルにちょっと早遅めにお願いしますって。嘘は遅め、はいはい、MC も割と決まってんのね。はい、で、嘘は、ゆっくり、もっとゆっくりどうぞね。はい、どうせリサは泣きなのか、私の心をなくした、あなたの明け。ちょっと早くなっちゃったかな。いやいや、全然です、全然です。急げ。友達大好きの構成が変わったと思うんだ。友達大好きと月をちょっと、友達大好きは、彼女が言った言葉は、私友達大好きやねんで始めてください。どうやって弾いてたか丸っきり忘れたな。これフルフルアレンジした気がするんだけど、本当にって始めるんでしたっけ。私、いやいや、イントロをなんか弾くらしいんで、こんなになんでとどう私に、あとで私友達大好き、本当に君が好きです、ずっとそばで笑ってて。待って、これなんだっけ、コードなんだっけ。でもいい感じで、こうだ前のさ、バージョンの演奏ってない、弦がないの。わかりました、すいません、お願いします。月をちょっと歌ってもう始めたいと思います。大丈夫か、大丈夫か。これ月ちょっと難しいんだけど、フラミっていうの、リハーサルこんな感じでした。シアトルしちゃう。